はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでアクセルさんからご依頼です。はい、ドンラスね、昨日ちょっとね、早くちょっと帰りましたので、はい、行きますか。申し訳ないです。で、今日はね、はい、よいしょ。はい、じゃあよろしくお願いします。12パックの各パック、30枚ずつ入ってるんですね。6パック、6パック。まあ、前の携帯と比べると前か2期前とかはボックスが違かったですね。前回はこの形式でしたけど、先に全部上切っちゃいますね。まあ、トップさんのサッカーも人気ですけど、やっぱりパニーニさんのサッカーも人気ですね。これはロードトゥ、ここに書いてあるんでしたっけ、カタールね、うん、来年何月ぐらいなんですかね。来年はオリンピックが、冬季のオリンピックがあって、夏前ぐらいなんですかね。カタールだから夏やったら危険ですよね。暑くて。湿度もある感じですもんね。はい。じゃあ、いきますね。さあどうでしょう。どんな感じなの。前半がベース、 RC はあったあった。 RC、 あれレイテッドルーキーじゃないんだね。え、あ、レイテッドルーキーはレイテッドルーキーであるんだ。 RC はこれ何のあれなんだろう。どの違いなんですかね。2パターンあるとか。ルーキーランダム？よいしょ。で、オプティック。ちょっと待ってください。オプティック、ルーキー、これもランダム？あ、ランダム？ベテランですもんね、またね。で、赤。はい、コロナさんですね。これが149。シリアルですね。で、こっからインサート。上下適当だな。はい。マーベルズはちょっと、まあ人気ありますもんね。ムリエルさんのこれがゴールドですね。バスケの時もありましたね。で、まあ、インサートは4枚入ってた。5枚入ってたのか。金合わせて。なるほど。置き場所が、ちょっと待ってくださいね。こう置くか。紙ベースと紙ルーキー。インサート、オプティック、オプティックルーキー。インサートの、まあ、マーベルズとか。これワンボックス開けたら片付け大変そうですね。はい。よいしょ。まあね、あの繁忙期なんで、あのもう在庫ピッピッて反映させてピッピッて売っちゃいましたもん。はい。やっぱルーキー結構ランダム？あ、でもこれも RC なんだ。レイテッドルーキーの違いは何だろうね。で、シルバー。ポーランドの選手。こっちね。で、インサートも結構なんかひっくり返ってる。
ベリンガム、フェリックス、これゼログラビティの、はい、エバートンさんですね。バスケだとゼログラビティって飛んでる写真が多いんですけど、これ飛んでないよね。 G を感じてるよねいいんですかね、飛んでない写真。はい、ランダム、ランダムってわけではないのかな。ルーキー後半からファティだ。後半からルーキーがちょいちょい出てくるけど、ベテランのベースもある感じですね。でベテランのレギュラーもこう挟みながら入ってるような感じ。はい、オプティックもそんな感じですね。なんか前半はレギュラーで、で後半にルーキーと絡みながら出てくるような感じですかね。マウントのシルバーですね。マーベルズだ。あ、クリロラン、はい、いいんじゃないですか。でレトロの、あ、キラキラもある。はい、これゴールドで、エミル・ホースバーグさんの99です。まあ前回と変わらないですよね、そんなに。ランダムのようでランダムじゃなさそうな気がしますね。まあ後半あたりから出るときいっぱい出ますね。お、メッシ、オヤルザバルだ。はい、で青ルーキーですね。これはどこ、アルゼンチン。あ、また新しい人出てくるのね。クアルタ、ルーカス・マルチネスクって言わないよね、多分ね。違うかな。はい、これ99。ディフェンダーなんだ。何年生まれとか分かんないね。はい、うん、ロドリゲス、マーベルズ。と、キーンさん。これゴールドですね。サイン1とメモラ1でしたっけ。メッシだ。もういいか、レギュラーはレギュラーで。おお、ルッキー出ないとき出ないですね。これ1枚しか出てないです。ランダムのようでランダムじゃないような、いや、やっぱでもランダムだなみたいなそんな感じですよね。よいしょ。はい、シルバーのウェアですね。アメリカ代表、かっこいいですね。これ後ろが黒いからね、映えますね。テアシュテーゲンだ、マーベルズ。はい、グンドガンさん、ゴールドですね。グンドガン、バッペ、デパイとかもいるんですね、レギュラー。そっか、オプティックがあるから。まあね、前回もそうでしたけど、改めて見直すと、前回もね、ドンラスで、あの赤い箱のドンラス出た時も、お客さんとオプティック入ってからやばいっすよねって話をしててね。はい、シルバーのティエレメンツさん。
デブルイネ、うん、マッキニ君が、あ、下にシリアルがある場合、これがゴールです。で、下がレイテッドルーキーの、199ですね。はい、ユラノビッチさん、クロアチア。あー、もうデータ書いてほしかったですね、うん、何歳とかね。でもまあちゃんと出てよかったですね。一時はちょっとデマでもパニーに出さないみたいなデマが流れましたけど、ああいうの乗っかっちゃダメですよね。まあ信じるか信じないかはご自身での判断ですからね。はい、ひっくり返ってる。カリニッチさん、はい、ジャージですね。とりあえずこっち置いといて、ああ、オプティックもルーキー出ないときは出ないですね。でシルバー、ホデン、あ、カオちゃんか。デヨング、レウィンさん。で、ゴールドですね。はい。グーリッシュ、グリーリッシュ、グーリッシュさん。なんかあの、なんだっけ、あ、そっか。なんだっけ、あの、ブレイクアウェイかなんかでお客さん、キャンセルした箱を、たまたま買って、なんだっけ。あ、ハーランドかっこいいですね、これ写真ね。レアなインサートで確か出ましたね。教えてもらいました。グーリッシュか。お、ムバッペとね。はい、クリロナ。で、ペドリ。で、ルーキー。シルバーはサカだ。ね。イングランドもどうなるんですかね。やっぱケンちゃん、ケンちゃんすごいですけど。はい。あ、ズラタンさんいるの？うん。マーベルズ。お、ゴールドのガブさんですね。ジェズズ。ヘスス？ジェズズ？ゴールド。そっか、イブラさんはサインがないから。こういうレアなインサートが人気でそうですね。ルーキーこの辺に入ってる場合もあるんだな。ミナさんとかもいるんですね。またね。エミル・ホスバーグ。カバーニのシルバーですね。はい。お、ニック・ポープさんもいるんだ。よいしょ。これがゴールドだ。手前にゴールド来るとシリアルのカードが来るんですね。はい。藤原さん。これが349。あと3パック。うん。ルーキー。まあ、後半のがルーキー多いですね。明らかに。よいしょ。うん。いっぱい出るときいっぱい出るな。武器ね。で、シルバーはヘレイラさん。お、シュシュに、シュシュに、言えてねえっていう。はい、スバンバーグさん、うん。カードあんま見たことないですね。インサートにしかいないとかないのかな。で、大活躍しちゃったらね。
カールソン、カールソンさん、あれなんだっけ、カールソンさん、あれセレクトとかにいなかったっけ、なんか見覚えはありますけどね。はい、ルーキーのシルバー、はい、あ、サージェントか、サージェントのゴールド、マーベル、マーベルいっぱい出るんですね、こんなに。で、ルーキービーニャ、ビーナ、ビーニャ、どっちですかね。はい、でサインが出てないのでこれですかね。よいしょ。あったあった。ルーキーの量もなんかちょうどいい感じですね。あ、これだ、ひっくり返ってます。誰でしょうか。あ、ケンちゃん、ハリーケン、おお、店長好きですよ、ハリーケン。やっぱすごいなと思いました。お、25尻だ。25の9。うん。あ、ジャーナンだ。おお、いいっすね。うん。まあ、2015とか16のセレクトの時はね、うん、みんなケンちゃん、またケンちゃんだ、みたいな。ああ、また出ちゃいました、ケンちゃん、みたいな。そんなでしたけど、やっぱり、まあその時は店長もほとんど試合見てないからあれですけど、やっぱりちょっと見始めるとやっぱケンちゃんすげえなと思いますよ。その割にはまあカードにはあまり反映されてないなと。なので1516とか来るんじゃないかなと思ってますけどね。はい、スバンバーグさん、スベンバーグかな、ペトコビッチさん、めっちゃマーベル出ますね。いっぱい出るんですね。はい、モラタのゴールド。となりました。はい、サインがケンちゃんというところで。まあ、そこそこいいんじゃないですかね。そこそこいいっていうか、どうなんでしょう。はい。かっこいいですね。いいですね。で、ジャージナンバー。手帳は好きですね。はい、ということでそれとメモラが1枚出て、レギュラーとルーキー、紙ルーキーとオプティックベースとオプティックのクロームルーキーとレイテッドルーキーとね。はい、という感じですね。マーベルズはなんかいっぱい出ますね。なんか10枚ぐらい出たんじゃないかって感じです。はい、ということでケンちゃん、はい、じゃあ3回押します。1、2、3。はい、10の1ペア。1、2、3。はい、今日も店長弱そうですね。おとといはちょっと買ってたの何だったんだろう。はい、じゃあ、梱包しておきますので、はい、お引き取り。まあ、年内は一応30までは普通に、まあ、いつも通りですね。まあでも結局大晦日も1日も2日も出荷に出てくるんで、結局毎年。はい、ということでまたよろしくお願いします。一応引き取りは30日までということでよろしくお願いします。ありがとうございました。